松重町で稽古に励むのは松重少年剣道教室の少年剣士たち。週2回限られた時間の中で基本稽古を中心に頑張っています。子どもたちは稽古の中で腕や足を鍛え、剣道を通して礼儀作法を学び、人としての強さを目指していきます。一通りの稽古が終わると、いよいよ面をつけて竹刀を持ち、本格的なメニューへと移ります。取材したこの日は面打ちを重点的に稽古していきました。基本の面打ちでは、左拳の下から相手の体全体が見えるくらいまで大きく振りかぶり、正確に面を打つことに重点を置いて打突します。5本交代、しっかり声出して、やーっ、1、2、やーっ、1、2、この時に左手が素振りでも決まるんだけど、下がりすぎない、左手が下がりすぎないな、みんな心当たりあると思うけど、正しい左手の位置、面打ってもこうなったりこうなったりこうなったりしない。基礎固めが重要な時期、間違った打突にならないように熱心に指導を受けます。ここで稽古に励む松重少年剣道教室の子どもたちをご紹介します。
剣道の練習の時にちゃんと面小手道を打てた時が嬉しいです。覚えなくちゃいけないことも大変で結構大変ですけど、面とか小手とかが当たった時は嬉しいです。じゃあこれからの目標を教えてください。今まで試合でちゃんと打てたことがないので、試合でちゃんと打てるようにしていきたいです。先生に褒められたところが嬉しいです。どんな時に褒められますか？ちゃんと打てたり、怒られたところをちゃんと直してした時です。じゃあこれから目標があったら教えてください。できるだけ休まず剣道の練習行きたいです。楽しい。どんなところが楽しいですか？ちゃんと打てたら褒めてくれるところ。じゃあね、これからの目標を教えてください。まだ大会が出たことないから大会に出たい。大会に出てどうなりたい？ちょっとでもいい成績を収めたい。楽しいです。どんなところが楽しいですか？練習をして、ちゃんと練習をして試合で勝てたら嬉しいです。いつからやってるんですか？まあ、幼稚園から今3年生からまでですね。どうしてやろうと思ったんですか？お父さんが剣道をしているのでやろうと思いました。お父さんはどんな人ですか？見てて強いですね。じゃあね、これからの目標を教えてください。練習をちゃんとして強くなりたいです。剣道や楽しいです。どんなところが楽しい？声を出すところとか踏み込みができてないとき注意して、後からできるようになって褒められることが好きです。試合で勝つことです。頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、少し緊張しながらもしっかり自分の言葉で喋ってくれた少年剣士たち、それぞれが自分なりの目標を持ち、一生懸命汗を流します。そしてこの日、最後の稽古。指導者全員で子どもたちの相手を務めます。臆することなく素早く正確に大きな声を出して正確な打突を目指します。
現在松重少年剣道教室は部員を募集しています。練習は毎週火曜日と金曜日、場所は松重第二体育館、時間は午後7時から8時まで、対象は幼稚園から小学生までとなっています。気になった方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、松重少年剣道教室でした。